それが池に入っちゃって。まあ、ボギーかーと思ったら。はい、アメリカ女子ツアーのミズホアメリカズオープンの速報をお伝えしたいと思います。会社行く前なのでね、慌てて、えー、撮っておりますけれども。出場できなかった、まあ、最後、まおちゃんですけどね、あの、予選会、出場権利がなかったので、ウェイティング一番目でね。 あの、出場権がなかったので、マンデートーナメントに出たんですけど、1打差で出場できなかったんですけどね、キャロライン・マッソン選手がお腹痛いっていうことでね、あの、欠場したためにあの出ることができました。あの、なんとか、渋子ちゃんの渋野ひな子選手の一つ前の組でね、出場することができました。先週勝ったローズちゃんもね、お腹痛いっていうことでね、あの、クラブハウスで食べたものなんじゃないかなという噂です。 最後、西郷真央選手と同じ、あの、新人のね、今年ルーキーイヤーのイーソミ選手が入って、二人ともちょっと出場権をね、あの、活かした形になって伸ばしております。最後、真央選手は今日は5バーディー1ボギーの4アンダーということで、まあ、この、今の段階でね、まだ終わってないですけども、イーソミ選手がトップで、まだ、あの、プレイ中で、 といいということで、ありましたで西村ゆなちゃんですけどもね、オフィシャルホテルがあるマンハッタンからコースまで船で通勤するんですけどもね、自由の女神の目の前を通っていくんで、テンション上がってるかと思ったら今日もあいにくの雨でね、そう、そうでもないっていう感じではありましたけれども、ゆなちゃん10番からスタートしていきなりバーディー取ったんですけども、その後ですよね、 あの、11番、T ショット池に入れてしまって、ダブを打ったんですよ。それでも後半に持ち直して、4つバーディー取って、今日は5バーディー、1ボギーで、で、ダブルボギーがあって、2アンダー、ということでした。まあ、フェアウェイキープが100%とね。まあ、どうなるかな、サロンパス、日本のね、メジャーサロンパスで、一旦日本に帰ってきて、まあ、予選通過できなかったんですけどもね。まあ、ショットで、 まあこれで行ってみようっていうのがあるってそれがハマったらどうかなという感じのところはあったんですけど、まあ前半はハマらなかった感じだったんですけど、後半持ち直して、それがまあやってみようっていうことがハマったんじゃないかなという形でしたね。で、仲良しのエッティですね。古江彩香ちゃんですけども。あの、英語がうまくなってるのにびっくりしたっていうね、一昨日出した、あの、動画があるのでね。 まあ、キャディのマイクさんと、まあ、10個の質問に2人で答えて、その意見が、質問の答えが合ってるかどうかというのを、あの、動画出したんですけども、その10個の質問は何かっていうのはね、ちょっと概要欄に貼っときますので、ご覧になってください。で、10番からスタートしたんですけども、まあ、エッティも、エッティにしては、あの、まあ、アンダーでは回ったけどね、5バーディ、3ボギーの2アンダーで回ったんだけども、 ま、それでもね、なかなか、あのー、本人的には、まあ、もう一つという感じのところはあったようですけどもね。エッティーならもうちょっと伸ばせたかなという感じのところはありました。で、次、モネちゃん行ってみましょう。モネちゃんは、ちょっとインタビューがめちゃくちゃ暗かったね。<laughs> めちゃくちゃインタビューが暗かったんだけども、まあ、今日は、あの、3バーディー、2ボギー、1ダブルボギーがあって、1オーバーということでした。 まあ、ショットの調子は、まあ、まずまずなんだけれども、今日3ホール連続でね、アンラッキーがあって、なんでこんなことが起こるんだと <laughs>。ちょっと耐えきれなかったところはあったそうですね。6、7番あたりかな。ボギー、ダブルボギーのところかな。8番もパー5で取れなかったし、その辺だと思いますけどね。まあ、あの、ちょっとアンラッキーだったっていうことで切り替えれば、ショットは悪くないと。 言っておりますので、なんとかいけるかなと思います。はい。そして、今終わりました。今、今もうたった今終わりました。あの、渋子ちゃん、渋野ひなこ選手ですけども、この試合が終わるとね、1回目のリシャッフルが行われます。だけど、あの、リシャッフルって何って、まだ聞かれるんですよ。ゴルフ仲間とかにね。まだ知らない人がいるのかと。 まあ、あのー、出場優先順位が、まあ、変わってくるっていうことなんですけど、まあ、完全版の動画出してるので、そちらをご覧いただきたいと思います。あの、概要欄に貼っときますのでね。あのー、しぶこちゃんの場合関係ないです。あんまり関係ない。関係ないです。ね。あのー、携帯もブルブルっとなりましたけどね。関係ないです。まあ、今日しぶこちゃん10番からスタートして、しょっぱなボギー打ってしまったんですけど、なんとか持ちこたえて、 ま、前半最後の18番でもボギー打ったんですけども、後半、後半なんとか持ち直したんですよ。で、あの、6番のパー5でね、1番で取った後、あの、5番の、あの、パー4でもバーディー取って、6番のパー5、セカンドショット、2オン狙いに行ったんですよ。それが池に入っちゃって。まあ、ボギーかーと思ったら、行ってみたら、あの、大丈夫だったと。セーフだったと。 いうことでね。ああ、よかった。まあ、ボギーかと思ったけど、ギリギリ残ってたと。でも、ちょっと難しいアプローチが残ってしまったのでね。あの、バーディーは取れなかったんですけども、8番のパー5で取ってね。あ、ワンアンダーかと。今日はワンアンダーかと。思ったら、9番でトラブル。もう、ワウワウでね、映像が入ってきた時には、4打目のアプローチのとこだったんですよ。これが寄らずにね、カップを大きくオーバーしてしまって。 ダブルボギーになったところしか映ってなかったので、ちょっと分からなかったんですけどもね。え、ね、今日は、えー、3バーディー、2ボギー、1ダブルボギーがあって、1オーバーという形たちになりました。まだね、あの、試合は続いているので、まあ、これから、あの、試合進むと思うんですけどもね。まあ、日本人選手は、あの、このような感じになっております。今現在は、 まあ、日本人選手では真央ちゃんが一番上とね、2位タイに入っております。で、エッティ、古谷愛香ちゃんと西村優奈ちゃんが2アンダー。で、さはそういうかちゃんはまだプレイしてますけども、イーブンっていうことですね。あの、渋子ちゃんと萌音ちゃん、そして畑岡奈紗、ナッサーちゃん、ナッサーちゃんじゃない、ナッサーはンオーバーと。 まあ、ナッサはまだ終わってないですけどね。で、かつ、南ちゃんもまだ終わってない。でも、セブンオーバーと大きく崩しております。まあ、65位タイまでなのでね、もう、モネちゃんや、まあ、渋子ちゃん、まあ、このあたりは、まあ、ナッサもそうですけどね、なんとか、まあ、予選は通過できるように、頑張ってほしいなと思います。南ちゃんはちょっとね、世界ランク上げなきゃいけないので、なんとか予選は通過しないとと,と、もう、ビッグスコア出してね、 あの、こうやって行ってほしいなと思います。なのでね、もうちょっと、あの、時間が経たないと全部終わらないので、えー、会社に出勤しなきゃいけないので、この辺にしておきます。このチャンネルではこうしたプロの試合の解説の他にもね、いろいろな動画をアップしています。このチャンネルのアイコン、侍が100を切っているアイコンがありますけど、このアイコンをクリックすると、 本の見出しみたいにね、いろんなテーマの動画をまとめてありますので、試合の解説以外には他にも、百、まあ、切りを目指す方の参考になるレッスン動画などを実際に自分で試した動画とかね、話のネタになる豆知識とかね、ランキングとか、まあ、他のツアーなんかもやってますのでね、解説。そういったのもありますので、よかったら見ていってください。まあ時間ないから後で見るよって方はね、とりあえずチャンネル登録だけしておいて後で見て、 いただければと思いますのでねチャンネル登録っていう下のボタンをねクリックしておいてくださいではまた